デシェイン・デイビス・ラーキンは、アメリカ合衆国、オハイオ州シンシナティ生まれ、フロリダ州オーランド出身のバスケットボール選手。父は、元 MLB シンシナティレッツの名誉劇種で、アメリカ野球殿堂入りのバリー・ラーキンである。父のバリーが、シンシナティレッツでプレーしていた関係で、オハイオ州シンシナティで生まれた。ただし MLB のオフシーズンは、自宅のある、 フロリダ州オーランドで過ごすという生活を送っていた。父の引退後は、オーランドで生活することになる。シェーンは偉大な父の後を追い、野球を始めたが、それと同時に、バスケットボールもするようになった。しかし、中学生の時にリトルリーグのコーチとソリが合わずに、野球を止め、バスケットボールに専念することになる。地元オーランドの高校で活躍したラーキンは、 マイアミ大学でも中心選手として活躍し、2013年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。ドラフトでは18位でアトランタホークスから指名されたが、直後のトレードで交渉権がダラスマーベリックスに移動した。しかしサマーリーグで左足首を骨折してしまい、その影響でルーキーシーズンは45試合の出場に止まった。2014年7月、 大型トレードでニューヨークニックスに移籍。シーズン開幕戦の10月29日のシカゴブルーズ戦でスタメン出場を果たした。2015年7月2日、ブルックリンネッツと2年300万ドルで契約。シーズン終了後にプレイヤーオプションを行使せず、自身の価値を確かめるために FA となったものの NBA チームからのオファーを取ることはできなかった。 2016年8月10日、リーガ悪部の強豪サスキワスコニアと契約。2017年5月14日、2016から17、シーズンのリーガセカンドチームに選出された。2017年7月20日、ボストンセルティックスと契約し、1年で NBA 復帰を果たした。しかし、NBA 復帰は1年で終わり、2018年からは、アナドル FSSK でプレーしている。 高賞180センチメートルと NBA の中では小柄な部類に入るためディフェンス面で苦戦を強いられることもある。オフェンスの方は鋭いペネトレートで相手をかく乱するなどポイントガードとしては非凡な面も持ち合わせているが先発起用では心元ないと評価されている。もっとゲームメイクを学ぶ必要性があるとされておりホセバレアのようなコンボガードを目指すべきだという見方も ある、ありがとうございます。